の世界一を目指した日本。アメリカの圧倒的な攻めに苦しみながらも懸命に戦います。日本1対1で延長に持ち込みます。しかし延長前半14分、最も警戒したワンバクに決められリードを許してしまいます。諦めない日本、延長後半12分でした。18年間代表でプレーするサマが執念の同点ゴール。日本が流れを引き寄せペナルティーキック戦に入ります。アメリカ1人目はチームの柱フォックス。ゴールキーパーのカイホリ、静かに気持ちを高めていました。試合でやっぱり失点したんで、もうここはもう絶対止めないと思って気持ちで戦いました。さあボックスは向かって足に当てて守ります。アメリカが2人目も外し3人目、カイホリ、ここ一番で最高のプレーを見せます。日本は2人が成功し、4人目は熊谷。自分の足で決めたいと思ってたんで、本当に思い切って蹴るだけでした。何度も苦難を乗り越えてきたなでしこジャパン、初めて世界の頂点に立ちました。涙出ましたね、はあ、なんかもうすごい頑張ったって感じがして、はあ、超かっこいい。いつか俺もこういう人たちになりたいなって。おいいね、やればできるんだなっていうのは感じますよね。すごい、ものすごい勇気与えられますよね。頑張って生きていこうと思います。双葉はもういつ帰れるか分かんないから、やっぱりその望むってものがね、モデルになってしまいましたね。こういう頑張ってんだけど、私らも頑張るっけなねえと思うよ。東日本大震災の思いを胸に戦ってきたなでしこジャパン。今大会トップの5つのゴールを決めた澤選手、MVP 最優秀選手に選ばれました。自分自身も最後まで走り続けましたし、ずっと世界一目標に、戦ってきたので、今この現実がまだ受け止められないんですけど、本当に嬉しいです。Sawa just carried her team tonight, and they were the strongest team, and they were the ones left standing.女子ワールドカップトロフィーが